はようございます。ソフィーです。おはようございます。マリナです。コンクールが無事に終わって、それで2人の結果が出ました。マリナ先生、本当にありがとうございました。2人とも頑張ったと思いますよ。そうですよね。はい、ということで、まず映像をお届けして、そしてその後気持ちをね、それぞれ聞いてみたいと思います。では、動画を最後までゆっくりとご覧ください。813、ラフィール・マルガルデより、リーズのバリエーション。コンクールお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、よく頑張りました。振り返ってどうでしたか、踊りは。舞台の時に通せずに一回一回綺麗なラインを見せられなくて、ホールドブラももう少し柔らかく使えるようにしたいなと思ったのと、やっぱりアンボアテのポジションが毎回同じポジションに持っていけなかったのが残念なところだなと思います。はい、でもよく頑張りましたよ。コンクールの評価シートです。アンディオールを付け根からできると良いですね。表情が良かったですって書いてますね。本当にね、表情はよくね、踊れてたかなと思います。アンボアテもっと進みましょう。踊りの幅が小さいというね、ちょっと指摘もありましたね。伸びやかリズムを大切にしっかり丁寧に踊っていました。結構ね、いい点数つけてくれています。伸びやかりって書いてある、伸びやかはい、で華やかです。ターンの首の振り返りを早くしてみてくださいって言うけど、やっぱりね、この回転のね、首の振り返り、ずっと言ってたことなんですけれども、その通りだと思います。審査してくださった先生方、ありがとうございました。はい、よく頑張りましたよ。はい、何か一言お願いします。シーズン1とシーズン2、応援ありがとうございました。そうですね、長かったですね、はい、ねえ、よく頑張ったと思います。これからももっといい踊りができるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。引き続き応援をよろしくお願いします。そう、発表会でね、リゼットのグランパドゥドゥ踊る予定なので、引き続き応援よろしくお願いします。
コンクールお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、準奨励賞ということでした。自分の踊りを振り返っていかがですか？アティチュードツールとかの練習で安定的にできたことは舞台でもできたんですけど、ピケとかは舞台で不安定になってしまって、そこが悔しかったのと、つま先とか膝を伸ばすとかかかとを前にするとかの当たり前なことが少しできていなかったのと、上半身をもっと使って表現できるようにこれからしたいと思いました。はい、そうですね、そうできるといいですね。はい、はい、今回のコンクールでは評価シートっていうのがありました。で、一つ一つ丁寧に踊っていました。美しい容姿が魅力的です、これからそれをどんどん活かしましょうっていうね、お褒めの言葉ありました。エレガントです、上体を伸びやかに感じるよう上と下に引っ張り合いましょうっていうことですね。雰囲気が素敵、素敵だったらもうちょっと点数上げて。はい、音楽に合わせて踊れていました。上半身、特にポールドブラの使い方を柔らかくできるよう頑張ってくださいということでしたね。これはね、本当に事実だと思いますね。基礎を学びましょう。ただし、ちょっとですね、衣装は違う色が似合いそうですってあるんですけど、ガムザッティブルー以外もちろんあるとは思うんですけれども、基本的にはコンクールは私はガムザッティのバリエーションでしたらブルーを選びます。まあ、来年ですね、ソフィーの10周年の時に発表会で何踊りますか？海賊踊ります。はい、グランパルドゥですね、海賊のグランパルドゥを踊ろうとしています。そのために今回コンクールでね、頑張ることにしました。なので、もうバリエーションはバッチリなので、アダジオとコーダ頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあ見てくださった視聴者さんに一言お願いします。これから発表会に向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。応援引き続きよろしくお願いします。2人とも準奨励賞という賞だったんです。でもマリナ先生言ってくださいましたね、本当にありがたい言葉をいただきました。コンクールは結果も大事なんですけど、でもまず心が折れなければね、確実に絶対に上手になるから、コンクールも発表会もどんどんチャレンジしていってもらいたいっていうことを言ってくれましたよね。私はね、その言葉を子どもたちにも伝えました。で、何もね、本当にコンクール出るだけが全てじゃないと思いますし、何より私はバレエは自己成長の場だと思ってるんですね。はい、そうなんです。で、もちろんね、バレリーナになるとか、そういうこともね、私はそういう生徒さんももちろん育ててみたいです、バレリーナになるっていうね。でもそれだけじゃないんだよっていうこと、趣味だけどとっても素敵なね、踊りを踊れる生徒さんを一人でも多く育てたいなと思っているんです。だからそれでもよかったらマリナ先生また教えに来てくださいね、ということでまた撮っていきたいと思います。ではまたね。今高架下を走ってたので3キロ目標できそうです。1日3キロ走ろうと思ってます。今日も小雨が降る中ミッションコンプリート。1月31日に台風10号来てたじゃないですか。で、その中なんですが、先生ジョギングした、ランニングしたと思う人手を挙げて。え、雨なのに、雨なのに走った。じゃあ今日も、今日9月1日なんですけど走ったと思う人。え、2日間絶対走った。はい
そんなに先生ってすごいかな。すごい？え、どっち？すごいです。もうそんなこと言われたら走りましたありがとうございます。実はですね、8月31日に朝雨が上がってる合間を縫って走ったんですよ。あったんですよ、一瞬止んでるっていう時ね。もうすごい頑張って走って、で知ってます、日曜日の天気予報が当初雨だったんですよ。ずっと雨だったんですよ、午前中で。夜中に雨が上がるみたいな予報になってたんですよ。それを知った先生は夕方に明日の分だと思って、また雨が止んでる最中に走りました。つまりは8月31日は6キロ強ですね、約7キロ走りました。で、今朝雨止んでて走りました。どう？すごいです。ありがとう。いや、本当にね本当にね、いや、先生嫌いなんですよ、走るのが。本当に嫌いなんですよ。だっておかしいと思いません？あの走ってる人おかしいでしょ。暑い中とかさ、雨が降ろうとしてるのに走ってる人っておかしいと思わないですか？で、先生本当嫌いなんです、走るのが。でも走ってるんですね。あ、宅急便です。でね、なんで先生がこう走るの嫌いなのに走るかっていうと、はい、お願いします。メンタルを強くする。そう、メンタルを強くするためなんですよ。でね、メンタルをね強くするのってね、こう嫌いなことをやるっていうことがすごい大事なんですって。苦手なこととか嫌なこと、それをやってるとね、全体上皮質っていうところが鍛えられてくんだって。負荷をかけていくことによって脳ので、これは実はね、太ってる人にはそれがね鍛えられてないんだって。ストイックな人にはそれがあるんだって、すごい鍛えられてるんだって。アスリートの人とか長生きできる人とかで、先生もねちょっとねやろうと思って嫌いなことを習慣化しようとしてます。だからみんなももしよかったら強いメンタルね、欲しい人。あ、そうなんだ。じゃあね、嫌いなこと何か一つやるといいらしいよ。先生と一緒に走ろうか。それはやらない？